時間を戻すことのできるものがあればと考えたことはありますか望まない人がいるでしょうかもはや SF 小説の中だけの話ではありません飛躍的進歩により実現が可能になるかもしれない話なのです私は若返らせるる方法があるのではないかと思いいましたいつか実現する日が来ると思いますが科学者の中には何らかのものが人々に長い寿命をもたらすことができるのか疑問に思っている人もいるでしょう風呂の泉とまではいきませんが この何の変哲もない建物の中で、私はモルモットにでもなったかのように、この面白い実家に参加しようとしています。ーー okay. 私はデンバーにあるコロラド大学の世界的に著名な科学者、ジョーマク・コード博士にお会いするために来ました。とても面白い発見ですね。はい、その通りです。私たちはとても興奮しています。彼の最新の調査により、老化の謎が確実に解明されつつあります。ガン。 糖尿病や心臓疾患などの慢性病を防ぐことや人類が今より長生きできる可能性など長年にわたり研究してきましたその可能性を秘めているのがこの黄色い小さな錠剤です私はまず血液検査から始めましたまず T-BARS という検査から入りましたこの検査により実年齢がわかるそうです T-BARS は体内の損傷を調べるように酸化的ストレスの状態を確認することができます 酸化的ストレスとは錆びかけたエンジンのようなもので決してよくはありません体に良くないです病気につながりますか病気、機能不全そして何よりも老化につながりますそれが生物科学的に老化する過程の特徴です老化の問題はエネルギーとなる食べ物から始まります。 体の中の細胞が食べ物を燃焼し、有毒化学物質を放出します。その化学物質であるフリーラジカルが、私たちの細胞に反応し、1秒に何百万回もの衝撃を与え、細胞にダメージを与えています。その結果、酸化的ストレスが生じます。酸化的ストレスに対して防衛機構が働きます。SOD やカタラーズなどの抗酸化酵素が、細胞にダメージを与える前に消去するように働きます。 しかし老化するにつれ消去できない活性酵素が障害を引き起こします科学者は抗酸化ビタミン CE などで活性酵素を抑えることができると長年考えていましたがそうではないということが分かりましたこの5年間でそれだけではダメだという結論に至ったのです。 強力ではありませんしかしこの錠剤は十分な効果があると彼は言います実際に何倍もの効果があります <laughs> そしてついに錠剤を飲みこの画期的な化学実験の仲間入りを果たしましたネズミと人間両方で試験済みです体に必要な酵素をより活性化する働きがあることが分かりましたこの錠剤をプロタンディムと言いますより多くの酵素が活性することにより私たちの体に与えるダメージが減少しますこれが長寿につながるかはまだ実証されていませんこの錠剤によってネズミが長生きをするか 興味深い研究が今まままさに始まろうとしています。今わかることはこの調剤で酸化ストレスを減少させることができるということです酸化ストレスは老化と同様病気ではありませんしかし病気と密接に絡み合っていることは確かです不老の泉を見つけることはできましたか、はいとは言えませんが老化についてもっと深い部分に触れたと信じておりますそして老化の進行を遅らせることができるかもしれません老化との関係は深いと思います ティーバーズは酸化的ストレスと年齢との関係を図りますがマックコード博士の調査によるとプロタンディムを1日1以上飲むことにより進行する年齢を逆戻りすることができるといいます80歳の方にも同じことが言えるようです新生児や幼い子どもと同じレベルまで酸化的ストレスを減らすことができます子どもの持つ酸化的ストレスの値に話を戻しますが 子供と同じ水準値というのは話が良すぎるのではないでしょうか。このプロタンディムは私にも効果がありますかおそらくあるでしょう。マクコード博士の研究結果を後押しする証言が現れました。遺伝子操作されたネズミからカタラーゼを多く生産できたことが分かったのです。アーバインにあるカリフォルニア大学の研究者であるダグラス・ウォーラス博士は、とても注目すべき発見であると述べています。実際に約20%、 寿命の5分の1ほど長く生きることが分かりました技術の進歩により人類の寿命が伸びると信じています肝疾患、糖尿病、奇臭、喘息また脳卒中、心臓発作など多くの病気につながります私はこれらの研究を重ねてきました科学的根拠はすでに揃っています問題は私たち人類にとってこの研究結果をどのように応用できるかということです近い将来、古い東洋の治療と 現代の西洋医学が共に力を合わせることになるでしょう高い酸化的ストレスが及ぶす影響は老化だけではありません数多くの病気につながります哺乳動物の寿命を50%ほど伸ばすことができる可能性があります人間なら130歳から150歳ぐらいということになります精神障害などもですかはい抗鬱症はアルツハイマー病やうつ病もですどの病を癒しまたは予防するのかは言えませんが 十分に研究が行われることによって将来お答えできる日が来ると思います誰もが直面する老化についてはどうなりますか老化現象については良いとされる抗酸化物質と悪いフリーラジカルとのバランスが全てです それを戻すことができれば老化させる原因を減らすことができるかもしれませんなぜ私たちの肌と赤ちゃんの肌は違うのでしょうかそれこそが明らかな老化現象ですこれはシワを防ぐことができますか <laughs> 防ぐとは言いませんがシワを減らすことができるかというと可能性はあります私への効果はどうですか2週間が経った今そろそろ効果が現れる時ではないでしょうか マックコード博士に確認していただきますその結果私の酸化的ストレスの数値が激減したことが分かりました45%素晴らしい結果です見ていただければ使用前後の違いが明らかです新生児の赤ちゃんに見られる数値に戻ったことが分かりました時間を戻すことができましたか外見的な面では分かりませんしかし体内にある細胞は確実に時間を戻すことができています この錠剤を服用し続けることを勧めますかもちろんです。